どうも高井です。新築一戸建てローンを払い切れるのか、住宅は何年持つのか、この本のデータを紙にまとめたので読んでいきます。先進国5つの住宅の平均寿命、フランス86年、ドイツ79年、イギリス75年、アメリカ44年、日本26年。一軒あたりにかかる建築コスト、ドイツと日本のデータだけなので話します。ドイツが3200万円、日本が1500万円が2000万円、プラスメンテナンス費用は日本の場合400万から500万かかりますが、これには明確な原因があります。海外と違って日本の場合は全て化学素材で使われている。工場を建てて部品を作って、その部品をトラックとかで運送する。だから無駄なコストがすぐかかっているわけですが、コストがかかっていて、なおかつ例えば USB メモリーをパソコンで使いますが、まあ、ハードディスクドライブでもいいんだけど、その差し込みという字が A 社は三角、 B 社は四角、C 社は丸みたいな、全部差し込み口が違えばデータを転送するっていうことが、その差し込み口に合わせてパソコンも買い替えなきゃいけないってことになりますよね。日本の建築業者はみんなバラバラなんで、自社が稼ぐために儲けるためにそういうことを やらざるを得ません。建築コストを下げるというのはそれだけ売り上げが下がるというのもね、建築コストを下げるがゆえに、じゃあ家も長持ちするのかというと寿命は短くなっているというとんでもない状況なんですね。なんでこうなっちゃったのっていうと、伝統変わったのは戦後からで、一世帯一住宅を目標にした持ち家政策を立ててコストパフォーマンス重視になってしまった。コストパフォーマンス重視になったんだけど家の寿命は短くなっているっていうバカみたいな状況で、科学的に作られた素材っていうのは7年か10年しか同じものを作られない。そのため長期の運用に全く向かない。なので3つのコンセプトをもとにこの本の小さを家を建ててくださいって言っています。長持ちする住まい、安全に住まえる住まい、未来に負担を残さない住まい、家に必要な8つの性能、結露を防いで長持ちさせる防炉性能、地球に負担をかけない省エネ性能、夏の暑さを解消し屋根を長持ちさせる遮熱性能、特殊な基礎工法で地震に強い耐震性能、火に強く有毒ガスを出さない防火性能、安全な空気質を維持する環境性能、気づかせやプライバシーを守る遮音性能、住宅を長持ちさせるメンテナンス性能、禁止すべき7つの部品、道具、1、ビニールクロス、数年で同じ品番の消費がなくなる、燃やすとダイオキシンが発生する、2、スレート瓦、スレード曲がり瓦、耐久性が低く水を吸収しやすい、カビが生える原因になります、3、グラスウール、湿って結露が中にできる、カビやダニが発生する、4、アルミサッシ、断熱性能を引く結露ができやすい、5、塩ビ製雨どい、戦前は銅製の雨どいが使われていた、コスト削減のため敬遠される、6、塩ビ製水道管、環境ホルモンが発生しガンができやすくなります、7、石油系塗料、揮発性有機化合物 VOC、シックスクー症候群の原因になります。なので、病気にならないためにも、家づくりについて今一度考えてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。